西小山古墳は大阪府仙南郡三崎町丹野和にある古墳時代中期の円墳である。清涼古墳などが所在する丹野和古墳群のうちの一つである。清涼古墳と丹野和二三在古墳に近接する計40メートルの円墳である。開墾が行われることになり、昭和5年に当時京都大学考古学研究室にいた末永正夫が担当して、 発掘調査が実施された。墳頂部からは、長さ3.3メートル、幅0.7メートルの縦穴石室が検出された。石室の南北両側壁から、鉄塔23点、喫先2点、鉄属107点が出土し、石室東端から三角板病流炭鉱、近同層小座根病留めまび差し付け株と1点が出土、石室西端から病流式屋壁鎧1点、 健康一点、蛍光小座値約800枚が出土した。近藤相馬美差しつけ株との場合の、他の出例としては、忍徳寮前方部出土例のほか、大阪府北天平塚古墳、奈良県五条猫塚古墳、三重県作米古墳、福岡県、月岡古墳、千葉県義尾山古墳などが知られる。西小山古墳の築造時期は、出土遺物から5世紀紅葉頃と考えられる。 この調査で出土した赤部鎧、健康、蛍甲講座にの復元品を、末永正雄が制作し、構造、制作技法の研究に努めたことが知られている。近藤聡馬美差し付け兜からは、大陸、半島系の技法が伺われ、日本書紀によると、有略天皇9年に行われたという白木との、戦役や、騎士と大友氏の勢力がこの地域で、 交わり合っていたという事実とも含めて考察する必要がある。1981年に大阪府教育委員会により、噴球の発掘調査が行われている。蒸気の縦穴式石室は作閉されて、すでに失われていたが吹石と葉に割はよく残っていた。噴球の本来の直径は50メートルと推定され、高さは7メートルの2段蓄成であり、 北西に作り出しが確認されている。周囲の水田のあぜなどから集合があったことが推定される。埴輪は、円筒埴輪、朝顔形埴輪、二形埴輪があり、皇室の末室のものが15%を占める。付近市は、付近で産出される、泉砂岩である。ありがとうございます。